型落ちっていうか、型落ちになってくると、ほら、部品が出なくなってくるんですよ。ああ、本当に。古い車だから。人気車種だったらいい。人気車種だったらいいけど、不人気車っていうのはね、絶望的ですね。皆さん、こんにちは。メカニック TV サポーターののんちゃん R です。ゆりあさん、本日もよろしくお願いいたします。こちらのチャンネルは整備士や車が好きで興味がある方に向けた情報チャンネルです。株式会社レソリューションがお届けいたします。本日は用意されたトークテーマについて自動車整備士免許を持っているゆりあさんとメカニック TV サポーターである私で掘り下げていこうというトーク会です。本日のテーマは10年10万キロは昔から車の寿命の一つの目安とされてきましたが、今では自動車の製造技術の向上、道路環境の改善により10年10万キロは優に超えても走っている車両も少なくありません。ただ10年10万キロは一つの大きなタイミングとも言えるので、より長く愛車と付き合っていくために点検した方が良いポイントなどを掘り下げていきます。なるほど、まあ、10年10万キロ今の車、持つから全然持てます、ね、だって作りがいいもん。そうですよね、昔の車とは10年10万キロなんて全然もっと倍走るでしょ。あります。私も友達も最近17万キロのアクアとか買ってたんですよ。いやでも壊れないよ。壊れないですよ、全然調子よく乗ってるみたいで。ただ、ただ劣化する部品っていうのがあるから、それは交換しないと。そうですよね、そうですよね。そうそう、経年劣化するのがあるから。そうですよね。まずなんかこうタイミングベルトとか、タイベルはね、タイベルなんてもう10万キロだいたい目安ですよね。まあでもスタッフの車両は約16万キロで無交換で問題ないらしいですね。はい。で特に街乗りしているときは気が気じゃないのが正直なところですが、万が一切れたらエンジン交換はオーバーホールとなるため、10万キロ目安にまあタイミングベルトは交換するのがベターですって。そうね、長く乗りたいんだったら、そうですね、乗り潰すんだったら、なんかもういつね、どうなっても分かんない状態でも、まあでもいいのか悪いのかってあんま良くないです。良くないですよね。結構な軽自動車だとなんだろう、結構キルキルしてきて、あ交換かなっていう目安とかにもなったりしますね。それでも普通のファンベルトとか違うんだ。そう、ファンベルト。よくこう街の中こうキャラ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 とかね、軽トラとかさ、古いちょっと古い軽とかで、あれはこうなんか滑っちゃって。違うタイミングじゃないんだ。でもやっぱりああいうベルト類も定期交換必要があるので、そうそうそう、ゴム類とかはそう劣化する。なるほどなるほど。切れちゃいますかね。あ切れちゃう。そう切れちゃう。本当に切れちゃうから。で次に交換した方がいいっていうのがハブベアリングですね。ベアリング大事。一般的には寿命は10万キロと言われてるんですけども、もし現在異音がしなくても交換しておけばさらに10万キロ安心して乗ることができますよね。予備整備はしといた方がいいかな、長く乗るんだったら。そうですね。あとブッシュブーツなどのゴム類も交換した方がいい。この辺はさ、結構ほら車検とかさ、定期点検の項目で見る場所だから、それはなんていうの、ちゃんとね、なんていうの、やってくれる工場に出してれば、そこは心配ないんじゃないかなとは思いますけど、目視で確認できる場所だから。だからタイベルナとかハブベアリングは目視でそう確認できない。そうなんですね。あ、なるほどなるほど。あとまああれだね、こう型落ちっていうか、型落ちになってくるとほら部品が出なくなってくるんですよ。ああ本当に古い車だから人気車種だったらいい。人気車種だったらいいけど、不人気車っていうのはね、絶望的ですね。本当になんか古い車を持ってるともうそこで来る。あそうなんですか。ヤフオクとかでこれ何年前なんだろうっていうあれだよ。ゴム系の部品だよ。劣化してるかどうかも分かんない。でも部品が出ないからこれを買うしかないっていう。まあそうですよね。そう個人売とかで買うしかなくなっちゃう。そうですよね。ちゃんとしたとこで買えないから中古のもの。そうですよね。日本車特にですよね。アメ車とかだとなんか結構パーツ出やすいとかって聞きますけど、 OEM とかでそうですよね、ありますけど。カマールは多分一生困んないんじゃないですかね。そうですね。なんかシャープ古くても部品が出続けるイメージなので、すごく例えばGM の車とかだったら共通車種別なのに共通部品がめちゃめちゃ多いから。なるほど、そうなんだ。同じ部品がいろんな車に使えちゃうので、そういう意味でもなかなかなくならない需要があるから、広く需要があるから。でもあとはブレーキ周りの点検ですね。ブレーキは大事だね。これはめちゃくちゃ大事ですね、やっぱりね。これだってブレーキ効かなかったらね、突っ込んじゃう。そう、危険です。これはね、日頃から気にしてないと。まあそうですよね。仮走行だからとかってわけではなくね、本当にずっと。そうですね。困ったのってなんだろう、本当に部品がなくて直せない時。何の車ですか？私昔乗ってたTN アクティ、初代のアクティ。初代のアクティ。初代のアクティ、本当にキャブ車で無気筒のすげえちっちゃいアクティ、昔のアクティで部品全然なくて、で共通部品もなんていうの、乗ってる人がいないから、まず少ないんですね。もう30年落ちとかの軽トラなんて誰も乗らないから。確かに出てこないの、調べても。そうだからもうなんとなくこう見て合いそうだなとかっていうのを探したりとか本当にでもそういうレベルになってくるの、情報がないと。見て合うかなっていうだけ。これなんかいけんじゃねみたいな。例えばこう1個新しい年式のアクティ、これちょっと合いそうだけど買ってみるかって言ってやってみたらやっぱ違うよねみたいなのとか。本当にでもそういう古い車が壊れると、あ、積んだってなる。いやそうですね、積んだみたいになって、もう乗れなくなっちゃうとか。あとはそう、ごまかしながら乗ったりはできたけど、でも本当にどうなんだろうね。クラシックカーとかさ、そういうのは日常茶飯事ってことでしょ、そういうの。まあそうですね。私クラシックカーまで分かんないから、どうなんでしょうね。オーナーさん教えてください。聞きたい。ぜひともお願いいたします。ということで本日のトークテーマについてのお話はこの辺りまでにしておきましょう。視聴者の皆様からもこんなテーマで話してほしいというリクエストがありましたらコメントなどでお寄せください。さて本日のメカニック TV はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。メカニック TV 最後まで見てくれてありがとう。なんかね、うさぎさんからお願いがあるらしいよ。はい、チャンネル登録やいいね、あとチャンネル登録の子にあるベル、あとコメントなどよろしくお願いします。